こんにちは、速稼塾の久保です。いや今ねニュース入ってきたんでちょっとびっくりしましたね。インターネット見てると、あの7月19日に感染者が初めて確認された病院でですね、入院中の方173名に感染して、職員さん26人にも感染して、合計で199人1ヶ月でこう感染しちゃったらしいんですよ。その中の64人がもうすでに死亡してるってことなんですよ。これこの1ヶ月に起きたことですよ。先月に7月19日に最初の陽性者が見つかって、それから1ヶ月で64人死亡ということですよ。で全患者が199人ね、だから3割以上の方がお亡くなりになって、これからも死亡者が出るかもしれないってことなんですよね。だからオリンピックをやったつけっていうのはこういうところに来てるんじゃないかなと思うんですよ。他のところでもこういうのがボン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 出てくるんじゃないですかね。まあ菅総理にしても小池都知事にしても、それからねこれ選手の方もこれで良かったんですか、アスリートの皆さんね、オリンピックを応援している国民の皆さんもね、これで良かったんでしょうかね。もちろんこの一報ってのはまあ一報に過ぎないんで、もしかしたらこれがね誤情報だったとか、なんかデマだったとかね、分かりませんよ、分かりませんけども、私が今現実として捉えた数字としては、オリンピックをやったがゆえに64人死んだというね、この事実ですよ。まあ、オリンピックとは関係ないって言い張る人もいるかもしれませんけども、なんとも言えない気持ち悪さですよね。だってオリンピックがなければ、少なくともオリンピックのせいにはならなかったはずなんですよ。アスリートの方はやっぱりね、自分の大会ですから出たいですよね。でもこれによっておかしな怒りの矛先がオリンピックをやったやつらのせいだってことにならないようにしていただければなと思いますが、なるでしょうね。これはだって選手が出なければオリンピックそもそも成り立たないわけで、バッハ会長とかがあんなねいい気になって銀座歩かなくてもよかったわけですよ。でみんなで寄ってたかって、権力に群がってこうやった入院患者の方とか、それを救おうとした最前線の、まあ、病院関係者の方を死に至らしめたっていう現実だけが残った、その夏の大会になったんではないかなと思います。この上パラリンピックで美しい競技をどういうふうに実現するんでしょうか。やらない方が一番良かったんじゃないかなと思うんですよ。まさにまん延防止や緊急事態宣言を広めておいてね、その中でオリンピックをやるとか言ってとんちんかんなことをしてるわけですから、まあ、目の前にね菅総理がいたらね、もう大ぶん殴りですね。これは私はね、こんなに憎たらしい人間はいないと思いますよ。小池百合子都知事も自分だけね和服着ていい気になって旗振ってるわけでしょ。いやバカかというね、本当にこれ何なんでしょうね。もう国民の命なんてのは、もう鼻毛にほどにも思ってないわけなんですよ。まさに生命に序列をつける人間がいるとしたら大吾さんではなくて、こういった菅総理や小池百合子という権力を持った人間がそれをしてるってことに、私たちは憤りを覚えて何としても引きずり落とさなければなりませんし、フランス革命みたいなことも起きるんじゃないかなというふうにね、まあ、思うわけなんですよね。大吾さんは一般市民ですからね、一般市民を一般市民が叩いて、それを隠れ蓑に菅総理や小池百合子がノーノーとしてる姿、そしてバッハ会長もね、帰ってしまえばもう火慣れは過ぎるわけでしょ。本当腹立たしいと思いますよ。オリンピックのせいでこんなことになってしまったというふうに思いますけどね。なんですかね、オリンピックなんてこんなにやりたいんですかね、人の死を踏みにじりながらもやりたいんですかね。もうクズですね、オリンピックは本当にクズ。オリンピックもうやめてしまえと、消えろと。オリンピックなんて誰も目指さんでいいよ、こんなことになるんだったらね。他にもオリンピックによって迷惑被ってる方多いと思うんですけども、どうですかね。オリンピックは成功だって言えば成功なんですかね。本当にね、もう鬼畜にも劣る所業じゃないかなと思うんですけど、なんでこんなことになっちゃったんですかね。悲惨な世の中でございます。